で実はね、昨日大野市にあるビオというスーパーあるんですけど、そこでまあ最初マクド行って、で夜にマクド出てからそのビオに行こうと思ったら立ちこけしてね、見てやっちまったな。こっち向いて立ちこけ、こっち向いて立ちこけ、右側向いて、でこうこけて、まあミラーはまあこんなもんですね。ミラー割れてないし、まあバーエンドこんな感じ、削れただけ。でもブレーキ、これ何？ブレーキ何これ？ブレーキのとこ、これがぐにゃっと曲がりますね。これまあありがちというか、あるあるか。バイク乗りあるある。立ちこけしたら絶対こうなるというオンロードバイクで。あと、このエンジンガードが結構めちゃめちゃ役に立って、このおかげで、エンジンとか、このフロントフォークとか全く、こういうとこなんか傷つきそうやん。こけたら。全く傷つかず、タンクも無事で、なんともなかった。こう設置してなかったよね。地面に。地面に設置したのが、こことここと、どこここ。で、ちょっと残念なのが、このブレーキペダルと、まあ、ここはマシなんだけど、このステップね。アルミステップがちょっと削れたぐらい。まあ、ほとんど立ちこけだったんで、こう地面のこの辺りまで来て、で、あ、もう無理、倒れるって言って離して逃げたから、結構この高さが落ちただけという衝撃がそんなになかった。おかげで、ダメージは少なかったね。幸いにも。最初もなんかかなりへこんだんですけど、幸いこの程度の、被害で済んでよかった。もう帰ろうかなと思ったよ。途中で。家に。なんかバーエンドとか、これ。グリップエンドっていうの？まあ、こんなパーツはね、そんなに高くないので、交換できますからね。こう見たら、わかりやすいか。ここ。こう見たら、だいたい、ここで、まずここ出っ張ってるから、ここ当たるやん。で、まあ、ギリで、こうか、って感じやね。で、まあ、ハンドル、ここ、当たるというわけですね。あと、ミラーか。で、まあ、ステップが、こう、可動式なんで、可動式でこうなって、今、まあ、こことここが当たったと。だから、ここが設置、ここが設置面だとすると、ここ、で、ここという感じですね。こうちょうどこの直線で繋がる。ここが、ここまで地面についたけど、クランクケースカバーとか一切何もなかった。だからエンジンは守られたし、フレームも守られたし、まあラジエーターも守られたし、フロントフォーク、ブレーキキャリパーも守られた。よかったね。あとは、リムとかも全然怪我なく、リムも結構なんかね、ボロボロになってたら萎えるんですけど、そういうのもなかった。で、よかったですね。立ちこけした原因ってやっぱり熱中症やろな。なんかもうね、フラフラで、足に力入らずに、なんか、フラフラフラってして、なんであんなんでこけたのって思うぐらいの、まあね、後ろに荷物積んでましたし、で、バックパックにも重い荷物、ノートパソコンとか入れてたんです。だから、まあ、重量のバランスちょっと悪かったのかもしれないけど、っていう感じですね。まあ、立ちこけしても意外と頑丈なバイクだということが分かりました。まあ、でもスライダー、エンジンスライダーやってつけとくべきやね。やっぱり。ああ、飾りじゃないね、これ。エンジンスライダーは、一番重要やな。自分のバイクをこう見て、まあ、飛び出してる部分は、こけた時絶対設置するということが分かったんで。こう上から見たら、飛び出してる部分は絶対地面に設置するんで、そこを、その部分をちょっと守ると。いい感じですね。この部分は。これも家に帰るまでこの状態で行くんですけど、ちょっとやっぱ握りにくいな。しょうがないね。これ、まあ行けるわね。はい。これブレーキレバーとかは、こけても曲がるようにできてるんで、アルミ製で。これが曲がらないとポキッと折れたり、まあ、この根元にダメージ行くことになるんで、
それを防ぐために、こういう曲がりやすいアルミ製になってるんですね。